お待たせいたしました。第1回 K リーグ決勝の模様をお送りいたしております。キャラプロ、いよいよ4回戦、本日の最終戦となりました、はい、白熱の 3回戦からという最終戦です、うんはい、そして西田さんに代わりまして4回戦の解説を担当する選手はこちらの方です。最高位戦関西プラマリーグ2016年度優勝、石澤隼人さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ここまでの対局、はい、ご覧になっていかがでしたか？何が多くいや、なんか向こうから見てたらどう見えてるのかなと思って。山村さんめっちゃ惜しかったんですけどね、はい、最後、うん、ちょっと肩入れしちゃいますよね。だいぶ惜しかったですね。ほんまに惜しかった。はい、というわけで3回戦、はい、あ4回戦、ちょっとトータルポイントとざっくり条件の方を、うん、はい、隼人さんから天の方に頼ってすいません。トップの堀と、2着の湯村の差が、はい、106.8 ポイントありまして、はい、トップラスで、4万6800点差をつけないといけないですね。以上、はい、4万6900点差ということですね。予選通過順が、堀さんの上なので4万6900点以上の差をつけないとダメですね、はい、トップラス勝つですね、はい、トップラス勝つですね、はいはい、そして桐山たまりはもう200点差近く離されているので、そうですね、うん、90ポイント以上差開いてるんで、はいはい、8万点トップぐらい取ってから考えましょうか。そう、トップラスで13、4万点ぐらいですかね。そうですね、ちょっと厳しいですね、うん、はい、はい、細かい条件はその都度お知らせいたします。さあ、それでは対局室の準備よろしいでしょうか。はい、それでは K リーグ決勝最終戦スタートです。さあ、最終戦ですのでトータルトップ目の堀がペーチャスタートということになります。ドラは梁蔵です。ちいちゃにたまり、なんちゃに桐山、しゃーちゃに村、そしてペーチャに堀となっております。親番はしっかり上がっていきたいですね、それぞれ、うんうん、あと湯村にとっても、はい、あのたまりに親番で上がってもらうことは、うん、あの条件を満たすためにいいことなんですね、はい、とりあえずトップラスっていうにしないとならないということであれば、はい、あの展望をなくして僕は上がりませんよってやってもらったら困るんですよね、はい、なるほど。だから親でなるべく上がってほしいんですよ、うんうんうん、そして最後にそれをまくると、うん、とりあえずは、ね、うん、むしろ打ってもいいです親に一旦打って、うん、堀をラスにして、もうそう、あのいや堀を3着、うん、自分が打ったり他の人が上がって3着にして、うん、あとは積もって総まくりっていうのは、うんうん、一番あの現実的な、はい、あのトップラスのやり方ですね、はい、たまに悪くない、うん、うん、いいんじゃないですか、うん、だから湯村もこれをチューンを泣いて1000点とかはやらないような気がします、はい、自分で自分の首を絞めるっていう感じですか。そこまでは言い過ぎですけどそこまでは言い過ぎですけど、どちらかといえばですね、うん、でもなんか1000点上がるフォームですね今。そうなんですよね、うん、フォーメーションが、フォーメーションがそうさ、悩んでいる両面固定、桐山はもう攻めますね、うん、噂の、うん、噂の噂の噂の本一ローピンローピン、キューピン切れましたね。ねえ、三、うん、色の種ですか？三ピンは、そういうことですね。ね、うん、面単品三色、うんうん。もしくは一二三と二三四両方見てますね。あ、のための一二三四か。一緒に泣けましたね。泣けましたね。一、うん、シャンテン。
なるほど。とりあえず、うん、タマリンなんて信用できるかと。そういうことですね。なるほど、うん、パーピンですか。そしてローマンを引いてパーピンでしょ。いいですけど、まあいいですけど、ね、いつパピの方が良さそうですよね。パピの方が良さそうですか、うん、いや、うん、多分あれ、うん、そのまま即離するフォームですね。シャンポンメンタンドライチ、はい、一層引いてもですか。うん、多分、うん、何でもリーチの感じですね。メンドライチ、何でもリーチ。多分それは、はい、湯村に仕掛けられたんで。なるほど。いやいや、いやいや待ってよと、うん、そう、いや超やらしてえなっていう、うん、そういうことなんですかね。そういうことだと思う。さあ、地位をして、話が違うやんけ。もう湯村は自分の親番早く回そうと、うん、そういうことですね、うん、そういう戦略ですね、はい、リーチ打ちたいですね。ねえ、うん、ここはゆったり本一。さあ、これはウーパーピン、うん、来た、リーチ。うまい。リーチ、うまい。うまい。さあ、イースーソーのリーチが入りました。親番のたまり。イーソーは、川にはゼロ。中筋ロープですね。なるほど。うん、次、無筋引いたらどうします。もう。一回上がってもらう感じでしょ。そうですね、うんうんうん、リーチテンパったったらやらせてあげるよと、うんうん、ローピンいきますか、うん、そうですね、そうですね、ピンチーピンですか。ローピンは、うん、なんか筋タマリが上がる分には、そうですね、タマリがテンパるかどうかは不明なんで、タマリがテンパらなかったら、自分が上がった方がまだマシだろうと、うん、ただリーチが来たら、うんうん、あ、テンパってくれたのねと、うんうんうん、積もっていいよと。万が一にも堀は打たないかなと期待する方が先手上がりよりは全然マシですね。うーてみたいな感じ、うん、まあただ両面待ちにはなかなか打たないですけどね。あ、張り返した。これローマンってどう。3ワンが早い、パーワンが、あ、来ましたね、比較的マシな結び、うん、マシナムスジ、うん、ですね、うん、ソーズの辺を打つよりはという感じか、うん、さあ親のたまり一数層のリーチを打っております。マシナムスジっていうかもう全部ムスジじゃないですか、手立ち。そうですね、ソーズ切れないですよね、うん、まあいよいよ持って言うなったら端っこアタックの急走で降りるかもしれないですね、はい、何で降りるだろう。ワンチャンスですね、急走。急走は例えばサブロソーとかチーソーを引いたらロソー上がりか。うーん、あ、チーソーのワンチャンス、なるほど、うん、チーソー引いたら、まあ、うん、間違いなく急走ですね。うんうんうん、うん、あ、上がりました、シレッド、シレッド、はい、リーチもかわす、うん、チューンのみ300-500リーチ棒付きです。グッバイ始めって感じ、ね、グッバイ始め、うん、はい、うん、また来年ということです。また出直してこいよと、うん、なるほど。さあ、たまりの親番サクッと切られ、そして桐山に親番が回りましたと。2曲石澤さんも結構打点高い方ですもんね、はい、打点高い、あ、そうですね、結構打点好きですね、うん、しっかり打点取ってくるタイプですよね、Kリーグは悲しくも下から3番目でした。4番目でした。下から、何4番目か3番目ぐらいでしたね。そう、成績はまあプラマイちょっとマイナスぐらいだった。最終、そうですね、最後取り方、下の方に、はい、ミューの方がいっぱいいらっしゃったんでいっぱいね、多数在籍してました、うん、はい、サダラはウーソーです。次はシャーチャーでシャーが統一。お、手めっちゃ良かったですね。いいですね。ここは何ですか。これどうしたらいいんですか。ツボ数ですよ。これツボ数なんですね、うん。もうでもそうですよね。本一取りと言うてられないんですよね。うん、そうですね、うん。優勝狙いだったらツボってもスタン狙いですよ。なるほど。一旦スワンコにするやつですね。うん、まあ、噂の。まあでも積もるでしょうね。
いがない。さすがにこれチートイートとかやってないですか、ね、やってない、うん、ああ三層が桐山は普通に自然に上がりに行きますね。理想は面単品3色ですか。面単品3色ちょっと難しいですけどね。今は難しいですけど、うん、差し、うん、まあでも二差し見えなくはないですよね。うん、まあ見えなくはないです。ね、ただヘッドああシャーポンですね。誰誰誰。こ、ね、シャーチャのシャーポンですね。いいシャーチャー。無慈悲に流しに行ってる。早い。いいですね、その無慈悲。早い。無慈悲。さあ。ちょっと待ってくれよと桐山さんは。もうこの流したいやつがシャー統一で持ってるっていうのは本当。これはいらない。やんめんでやんめんのイーシャンテン。さすがにこのトータルポイントで、はい、受け残りの仕掛けはあまりしないですからね、はい、確実に買わせてこれるような、うんうん、ワンフーローだけでもかなり早い、ね、現にやんめんやんめんのイーシャンテンですね。やんめんやんめんイーシャンテンなんですよね、はい、さかみちゃんのあゆむらですか、うん、で親以外には別に打ってもいいから、うん、親弦のキューピーを残しました、ね、なるほど。なんならそうですね、堀は全員親以外に漫画を補充しながら手進めてもいいんですよ、ね、うん、曲進めてもいいんですよね。ガン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 、はい、8000っていいよいいよって、うん、このバス、そしたら湯村はトップ取りにくいじゃないですか。そうですね、うん、はい、他の人が、うん、他の人が加点する分には打ちたい放題です、うん、いつの間にか名本にしてましたね。そうですね、3層は切っていきましたね、うん、そしてホリーにサブローマンの天杯が入っております、うん、シャーのみ。桐山一向に配信が変わってないですけど大丈夫ですか。大丈夫じゃないですね。大丈夫じゃないですね、うん、ドラほら一向に入って、あ、ね、いやさっきねパスを引いて頭がうまくできて二差しが濃厚になりましたね。はい、はい、大岡さん広告ありがとうございます。いよいよ最終半ちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。ほ、123もうしぶしぶリーチか。もうそこまで仕掛けられたら、ないと、うん、待ってられない。はい、桐山がイスーマンのリーチ、いいですね、親に、うん、堀も親だけには打ちたくない。なるほど、うん、めんどくさいんで、めんどくさいんで、ほんとめんどくさいんで、何もただ無視ではない。おいった、いきましたね。あ、これリーチで、これはさすがにリーチですか。9万途中のシャンポン、リーチで挟まれると、はい、辛いですよね。ウェウェウェってなりますね。いや、堀は。堀はね。事件だいぶ辛いですね。ああ、しかもチューン上がりやらなかったでしょ。止めるか。止めるって、急走とか。これ打ったら跳ねまんですよ。リーチ、跳ねまん。急走がね、ちょっとだけマシな無筋ですかね。たまりにはほぼ通り。あ、でもたまりさんには。ませんか、うん。6ピン、中す、自分で通した3ピンで、ああ、はいはいはい、桐山には当たらない中筋ですね。うん、はい、親に当たらん方、はい、出ますね。なるほど、なるほど、子に上げてもいいやみたいな。子には打ってもいいけど、うん、はいはいはい、親には打たないぞと、うん、ちゅうことは俺チーピンも切る、え、チーピンは違う、チーピン違う、チーピンは取ってないので、ウーピンぐらい打ってます、うん、ウーピンはローピン2枚しか見えてない、ワンズは切れない、うん、急走なんか急走切っちゃダメですか、うん、いや、ただ急走は親に普通にやんめんで当たるかもしれないんで、シューンも切れないですよね。たまりに打ちたいんですよね。なるほど、たまりに打てる牌を探してるのか、うん、親に通りそうで、でもそれがないんですよね。だから急走しぶしぶ、うん、うん、これは桐山の当たり牌、リーチ、ピンフ、ドラ1、はい、5800、うん、もうちょっと最初からこれやってればまだ分かんなかったかもしれないですね、桐山も。うーん、2回戦3回戦あたりから、うん、そうですね、若干最初ラスを引いたことで、はい、あのちょっと
方針が固めすぎてしまった。なるほど。ちょっと高くところが、うん、そうですね。はい、さあ連チャンです。ドラはペー。引き続き桐山の矢番。ペーが1枚。おお。竜一層かと思いきや。思いきや。単品3色ですかね。そうですね。うん、ピンズも両面がありますし。うん、もし。始発まで連チャンしましょう。うん、それぐらいのつもりで。そうですね、はい。やるしかない。明日休みですしね。休みました。私は久しぶりですみたいな。もう何でもしてください、皆さん。さあちょっとわちゃわちゃしてきましたね、ソースが、うんうん、湯村にとってはちょっと嫌な横移動ですね。湯村にとっては嫌な横移動、ドップラスを決めたいのに、はい、ラス候補が一人できちゃったじゃないですか。なるほど、うん、その下に堀を潜り込ませないといけないですもんね。そうですね。トップ三茶だと、トップ三茶だと7万点ぐらいですか。7万点、あ違う、6万、6万6千、うん、そうですね、6万6千、はい、点差つけないとなんないんで、また労力が、うん、6万6800、ね、6万点差、うん、そうですね。でも決定戦の最後って、はい、まあそういう奇跡が起こりやすい状況でありますね、うん、みんなの意思が揃えば普段よりも何倍も確率は上がりますか、うん、なんか起こりますもんね、うん、いろいろ決定戦でドラマがありますし、うん、また仕掛けた、また仕掛けた、白をポンしてリアちゃん点、うん、同じくあの芸残りのというのは考えにくい仕掛けですね、うん、実際そうですね、うん、両面が3つ、うん、イペコ、さあこれはアッチして、さあどちらを取る、イーピンが2枚切れ、うん、でもローピン、おー見た目枚数じゃなかったですね。ねえ、見た目枚数じゃなかったですね。さくまゆさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ワホリプロか、三村さんの逆転劇なるか、うん、それとも奇跡が出るか、三村さん、まあ、他の人が勝つかもしれない、はい、ドラ行きましょう、うん、ドラはペ、うん、ふんふん、あ、テンパター、非常、あー、早い、イースーピン、そしてイースーピンは誰も使わない、イムらが唯一使うか、漏れなく出ちゃいますね、これ、イーピンだとつもぎっちゃいそうですよね、つもぎり、そうですね、つもぎっちゃいますね、残念ながら、多分、多分スーピン、あー、そうか、スーピン引いてもいらんな、スーピンはテンパります、テンパります。さあ、これで桐山親番、うん、死守ですね、死守ですね、うん、結構掘り電波入ってそうですよね、入ってそうですか、入ってますよ、入ってますか、入ってます、この状況だと入ってないことがないです、ないですか、ね、ローピンフーピンって連名払って、もともとその、はい、何ですか、あの受け入れ仕掛けるわけがない状況、はい、の堀が両面入って両面、はいはい、両面入ってますね、両面泣いてますね、はい、ほぼほぼ天敗、しかも両面待ちですよ、そうですね、きっと両面切ってますからね、なるほど、ジュリオーカ M リーグ K リーグ、うん、ありがとうございますおかえりや、おかえり、発想はいりませんが、堀に怖かっての証拠ですかね、うんうん、ニャンソーとイースピンですかね、ほか、うん、町候補ですね、はい、ほかにヤミ候補が、うん、そんな感じですよね、うん、川的に、はい、割と読みやすくはなってますかね、2点2点2点でいきましょうか、サブローマン通ってますもんね、サブローマンは今と今、うん、取ってますね、うん、あー出ましたね、このEPはいらない、桐山吐くのみ線は1300、使えない、あ仕方ないですね、待ち取りが、うん、そうですね、イスピンにしましたもんね、ねえ、うん、数値見だったらね上がれてないかも、ああいうのねパッて見てほしいんですよね、
今後の練習のためにも、切り穴ですか、うん、あのそう、E ピン切らずにってことですか、そう、なるほど、ほぼね、うん、2点でいいと思うんですよ、はい、うん、ピンローピン嫌ってることから、うん、と両面待ちがほぼ濃厚ってこと、たまにそう、あの最高位決定戦とか、うん、まあ、M リーグとかでもいいんですけど、うんうんうん、トッププロの対局とか、うん、たまに見てほしいんですよ、はい、本当に本当に読めそうなやつはビタ止めしてるんで、たとえダンラスでも、はい、うん、ありますよね、うん、あ、それもういかへんねやっていうのね、ああいうの見て、はい、うん、ああいうのも読めるぐらい なった方が、はい、やっぱりマジャンプロですからね、うん、今のも実際ね、うん、親番を落とすと、まあ、でもそう落とすと負けるんだけど、うん、はい、うん、ほぼ2点であったらノータイムで切ってますねうん、これがやっぱりあの競技マージャンにおける覚悟の違いっていうか、はい、まあ、あの負けたら、ここで負けたらもうこの先チャンスがないかもしれないと思ったらやっぱ止まるときは止まるんですよね、うん、うん、まあでも今ぐらい点差開いてそこまでのモチベーションを保てっていうのは難しいですけど、練習なんだからやってみるのがいいと思いますけどね、はい、うん、さあ桐山が親番落としまして、トン三局、うん、井村の親番、井村が現状一番現実的な点差に近づけてはいます、うん、ね、すごく響きましたね、はい、桐山の手は厳しい、うん、メンツがない、あ、いい三蔵いきました、いいですね、ドラ置いてますけどどうします、うん、ドラ置いてますけどどうしますか、シーソーとか、なるほど、いや、嘘嘘普通です普通です、普通です、うん、ただ大まくりしようと思ったら、はい、そうそう、ミラクル起こさないとなんないですよね、でもパーソーとかってダメですか、パーソーですか、イーシャンテンイーディスとドラ重ねたいみたいな、あ、なるほど、パーソー打つだったらチーソー打ったらどうかなって、チーソー打っときます、なるほど、パーソー打つってことは、うん、まあ、こういうリーチを打つってことで、ね、まあ、何でもリーチ打つ前提でイーシャンテンドラ浮かすみたいな、うん、うん、チーソーってそこ両面ってこと、絶対にペを統一するペー探求もあるって言ったらチーソーもいいんじゃないですか、うん、いや、これぐらいの点差なんで、そうですね、うん、有村関連ピンのリーチ、現状役はリーチのみ、両ピン全山的なやつですか、全山的なやつですね、三ピンが場に3枚消えていまして、うん、誰の手にもない、全山ですね、全山ですね、これは誰も迎えないでしょうね、あ、ドラが見えてるので、うん、堀はかわそうと思えばどうですか、そうなんですけど、面単品って言われたら嫌か、向かうでしょ、向かうあまりメリットがないですか、ないかな、うーん、向かうメリットとしたら、はい、早く飲みに行けるかもしれないとか、なるほど、そういうメリット、ね、時間的なもの、時間効率みたいな時間効率、うん、いわゆる、はい、ただイーシャンテンにはなっていますね、うん、なますね、うん、両面が埋まれば9ピンは勝負か、うん、あ、頑張ろうと思えば、あ、使いましたね、降りれるんですよね、単勝行に入っています、この両筋、あ、数ピン筋、ね、ダブルワンチャンスですかね、うん、はい、3ピン数ピン、数ピン来ましたね、イシャンテンは意地、押す価値があまりにも低いですよね、うん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 、特に湯村の親りには一番一番だったっけ、そっかそっか、大体安そうですけど、うん、万が一高かったな、なるほど、裏のってなんやなんやかんやって言われたら、うん、さあ両ピンはあと、うん、
まだ3枚いますか。1枚吸収されただけですか。ザックザクですね。ザックザクですか。さあここで追っかけ。2ターン。2ターンは0ですか。2ターンはどうですか。あ、0じゃない。親のリーチ。2ターンは0ですね。ない。積もって取らない。これ、はい、ワンちゃんたまりに打ちに行きますよ。堀がですよね。うん、ああ、そうですね。そっちの方がいいですもんね。虎見えてて、ただ一発かと思って考えてますね。なるほど。たまりに通ってなくて、湯村に通ってる範囲。それがちょっと今選んでる。難しいね。むずい。筋。あ、びっくりした。見せるの忘れてたやつ。びっくりした。即済むかなと。ないって言ってたのにと。なかったから様を切った感じですか。なるほど、うん。確かにないっすね。ないですか。もう、絞れば。絞れば。今通った、うんうん、ちょっと難しいな。もうないんだったら、うん、回避の方がいい、うん、そっか、うん、ヤンピンはまだまだありそうなんですが、ありそうですか。堀に1枚来たのであと2枚ですかね。うん、あと2枚のリャンピン、そしてリャンマンは山には残っていません、うん、あーリャンピン、これは補充となります。リーチ、リーチ、ライチ、3900の出上がりです。うん、ますますトップラスが難しくなりましたね。そういうことか。でも仕方ないです、はい、そうですね。くまりさんがだいぶラス候補になっちゃいましたね。そっかそっか。これは13ルートですかね。1、3ルートですか。トップ3着かつ66,800点。66,800点。はい。はい。あと6万点です。6万点。了解です。はい、あと6万点。あと6万点。はい、もうトップ3着の計算の方がいいですもんね。うん、そうですね。うん、こうなったらもうたまりやすい。ということはまあ10万点トップぐらいですか。うん。ざっくり。ドラはチーピンです。ただそ、うん、あの直撃できれば結構点差縮まりますよね、うん、はい、直接の点差が縮まりますもんね、うん、この、はい、だから1万2000を直撃したら、はい、あと大体3万ちょっとですね。3万ちょっと、はい、そうですね、うん、3万ちょっとということは1万2000直撃して8000オール上がってと優勝が、うん、さらっと、うん言葉で言うのは簡単ですね。そうですね。ちょっとまあ、いいですね。やっぱり勝利条件が明確になってるんで、それを目指さないとよ。うん、せっかくね、明確な位置につけてますしね。うん、はい、はい。あるある。うん、マンズで1面2、ドラは使い切れそうです。普段の麻雀でこんなバグれた状況考えることないんですよね。そうですね。だからここで練習しとかないと。はい。ですよね。いつ遭遇するか分かんないですもんね。桐、うん、はい、うん、山は無理やりに差しを狙っている状態。こういう練習やろうぜって言っても、はい、みんな付き合ってくれないんですよ。なかなか。ほぼ目指しの人が、だるいから。ですよね。地蔵役がいるわけです。地蔵役が二人いて、うんうん、その地蔵役に報酬払わないと付き合ってくれない。でも地蔵役の人もいろいろ考えることが、喋りながらやったらどうですか。ね、そうなんだけど。嫌、ね、か。嫌、うん、だと思う。辛いですよね。地蔵難しいですよね。地蔵役。報酬もらわないとやってないですよね。後でおごってもらえるって。うん、いい機会なんで、はい、ちゃんとこういうところで練習しとくのがいいですね、はい、大事ですね、はい、ナイトさん10万点の取り方は10万点の取り方、はい、ここのスタジオで1回取ったことあるんですよね。ですよね、はい、前ですか。噂に聞いたことあります。そうなんですよ。ひたすら積もる。うーん、そうでもない。まあそうですね、
10万点に取られた被害者の会が今あできてるんですね。でも10万点トップになりやすい状況であるんで今ね、はいはい、脇の2人が上がってこない。そうですよね、なりやすい状況であるんで、この親番本当に頑張りたいですね。はい、なんなら始発まで付き合うんで。了解です、はい、ありがとうございます。頑張りましょう。さあ桐山は無理やり3色、こちらは親番の井村、これもいっぱいか、いっぱい、またリーチですね。そうですね、引っ掛けも辞さず、もちろん、はい、さあこちらは苦しいたまりの手。とりあえずリーチと言いたい、まあでも持ち手も辞さずじゃないですか。もうそろそろですか、もうそろそろ、もうそろそろ、10巡目ですが、匂いを嗅ぎつつですね、はい、やっぱりあの天敗臭とかキテル臭って、はい、あの、まあ、匂いじゃ分かんないかもしれないですけど、なんとなく感じるじゃないですか。で堀の捨て灰とか手出しを見て、ね、はい、ちょっとまずいかなって思ったら、あ、ここであの躊躇してるぐらいだったら、まだ、はい、まだ3点ではあるってことですよね、うん、はい、3点以上躊躇してチュンになったんで、まだ大丈夫。なるほど、あのチュンがスッと切られると、うん、そう、はい、そうそうそうってことですよね。井村、欲しいリアンピンが全部ありますね。あーひゃー、でも自分で引いた4山、4山やったんですね。これリーチですか、ちょっと悩みましたけど、リーチいいですか、うん、はい、ペン三層、三色のリーチ、三層は、おっと山に2枚、は2枚ですかね、ペンチャンで山に2枚、優秀ですね。優秀ですね、関連ピンやったら4枚やったんですけどね。でもそっか、さっき3度行ったらそっか、桐山からは上がりたくないですね。そうですね、まあその辺のシーン、あー、おお、かっこいい、6000オイル、2足、ズモ3色、ドラー1、裏は乗りません、6000オールは6100オール、お、10万点の、これここに来てたやつじゃないですか、これこれで板たんでむせてしまった。今むせるんだけは24ポイント縮まりました、ね、24ポイントずまた切った、でかいっすね今の、はい、24ポイント、まあ、実質6万ちょい縮めればいいところ、24ですから、はい、あと36000ですか、4万点弱、でいけるんじゃないですか、はい、結構現実的になってます。そうですね、今の6000はでかいですね、そうですね、はい、言えましたね、ここに来て、ここに来て、そうですね、言えましたね、完全に。このそう、あの湯村さんはここに来て、あの湯村そうっていうんです名前、はい、でここに来てソースがもうツイッター上で、うん、ワンワン流れてます、関西ではね。ワンワンご存じないかもしれない。なんだ、ここに来てソースっていつか言えたらいいねっていう、うん、はい、言えましたね、はいはい、6000オーラ言ってもいいやろ、それを今日1回は言いたかったんですね、はい、言えた言えた、やっと言えた言えた、顔盛り上がってきましたよ、はい、盛り上がってきました、はい、そして難が統一、まだ堀は余裕ですね、そろそろ堀さんビクビクしてると書かれていますが、あのね、さすがにね、あの3万6千点差って言いましたけど、堀が桐山をちょっとまくっただけでまた2万点差つくんですよ、はい、そうなんですよね、で桐山が上がりにくいんですね、これ以上これ以上上がると堀の着順が上がってしまうので、違うんですよ、桐山が高い手ばっかりを狙うんで、はい、堀がまくりやすいんですよ、まくりやすいんですね、上がりに行くとき、なるほど、だからあの多分3万6千点差じゃないですね、ないですね、最終的にはね、はい、現状は3万6千点差ですが、そうですね、うん、あ、ごめん、正確に計算してなかったんだけど、はい、正確に計算してみようか、現実的になってきたんで、今3万点、今ちょうど 3万点だね、今ちょうど3で13で40ポイントですか、13で40ポイント70ポイントですね、トータルが106 106.8、 そうですね、36ぐらいですねってことはですね、今、うん、ちょうど30、あと3万6千点詰めればこの着順のままですよね、うん、このまま、はい、20、30、そうですね、うん、トップ3茶で、はい、まだしかもトン3曲ですから、はい、まだまだチャンスはあります、うん、リバリアンシャンテン
ちらはたまり。たまりはもう縦に重ねたい。そうですね、インパチ直撃したらとりあえずこの3万6千点は、ああもうそうですね、一旦縮む、やっぱり直撃ラスまで落ちます、ね、ただそうですね、着順も変わるので、そうインパチ打ったらもうそうですね、もう、うん、優勝ですよ。そうですね、インパチ打つってそんなにないですね、うん、ただ今回苦しいか、なんだといつそこまで悪くはない、ドラがないですが、ただ遅いですね、トンキ、トンキとか、はい、堀がいいシャンテンですかね、そうですね、おお、でここなると三万個まで見える、これはこれはもうまた言えるのか例のセリフが言っちゃいますか、周りがね上がりに来ないので、うん、ねえ、三万個でリーチしたら結構、あ違う違う違う、あ来てなかった、違った来てなかった、急に見えました今、ちょっと見えましたね、そうなんですよね、ちょっと見えました、マンズ問題、うん、怖いじゃない、ローピンと Q1 1枚ずついますね、ローピンと Q1 めっちゃ欲しいやつ、10万が1枚ずついて、サブロワンもそこそこいるんじゃないですか、1、2、3、4枚、4個3枚、サブロワン3枚確定したら木原さんどうします、もうリーチですか、両面3個いいじゃないですか、この順目ですもん、いいですか、なるほど、この順目だから、だから、うん、あこれ早かったら行かないってことですよね、うん、そうですね、そもそもはでかいと、うん、あ、テンパりました、単品ドライチ、リャウピン風ドライチ、リャウピンのテンパイが入っております、堀、ただリャウピンが今誰かテンパったよね、堀がテンパりましたね、単品ドライチ、あの3個でテンパったんですね、誰か、あ、じゃあタモリさん、あ、タモリですね、タモリ、非常スモーピン単用ドライチ、打点も結構ありますね、そうですね、これね1300、2600のつながりです、これまくったんですよ、これ着順上がりましたね、桐山をまくったということは、また2万点必要なんだよね、しかも親株だから7800点差は縮まって 6万6000点差になるってことで、5万16、もうねとてつもなく開きました絶望的に開きました、さあトン4局堀の親番です、うん、ドラはペー、これはね桐山に上がってほしいんですけど、桐山上がんないでしょうね、なかなか上がんなさそうですね、なかなか上がんないそうですよね、となるとせめて親かぶり、いや直撃したいな、たまりたまり積極的にテンパイ組んでますね、そうですね、たまりはちょっと上まくるのまでは期待できないんですよね、たまりが堀をまくるのが一応他のメンバーからすれば、2枚に先手したので、ね、かなりまくれないと思う、親番で頑張ってもらうしか、現実的には桐山ですね、桐山がここで、はい、マンガン相撲とかやってくれると、はい、井村絶頂するんですよ、2着順離れまして、うん、先ほどの条件が戻ってくると、うんうん、本当に本当に本当に、ね、心の声が桐山がどうなのかな、これ素直に進めるでも素直に進めてますよね、という感じ、自敗から来てますよね、そうですね、まあでもそれが叶わなかったら、はい、もう井村が自分で上がりに行くのもありですよね、10万点を目指す、間違って堀が 5% とかかかっちゃったらもう絶望ですからね、今ね、うん、今この、うん、ほら続々とチュンチャンパイが押し寄せています、うん、あいっぱい行きました、インション
点ですか、うん、これは、うん、イーシャンテン、イーシャンテン、イーシャンテンですか、うん、イーシャンテンか、頭がないのか、頭がない形に弱い、いい俳句本当にちゃんた大きい手を狙わざるを得ない、うん、うん、うん、来ましたね、来ましたか、一応ドラはおちょ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 、おちょちょちょ、なんでここまでこの人にチュンジャーマイが寄るんだ、ね、うん、さあイーシャンテン、堀の親番ですが、ここでペイを話す、切ろ切ろ、そうですね、うん、時間がない、あ、そうですか、あ、そう、でかく手させますか、パッソ切って、うん、一番広いのはパッソですか、そうですね、イーソーモーションパイなんで、はい、特に役が、うん、すぐ単位はでもね、ピングでもつきそうですね、いいペイコもあります、ん、スイッチャーがタモリの手が映っていますが、今誰かが、何違うね、コマ送りだって、コマ送りになりましたね、パーピン引いて、はい、こちらが、ああ、テンパじゃないか、リャマか、はい、すみません、まあ、ヘッドにするか悩みました、ね、そうですね、これはリッチです、またリャマですね、めっちゃリャマ好きですね、めっちゃリャマ好きですね、上切ってるんでってことですね、あ、なるほど、一枚切れのリャンマン、堀の現物ではあります。リャンマンのチートイリーチ。リャンマンは山に一枚ですかね。一枚ですね。一枚ですね。お、テンパったか。これは？三蔵もリャン蔵も無筋ですね。リャン蔵。あ、これワンチャンリャンマンあんじゃん。チ？お？ね。ね。ありますよね、他に通ってる筋がない、うんうん、皮が強いですもんね、パーマンかリャンマンってことですか、そうパーマンかリャンマン、どちらがいいかと言いますと、9万が2枚切れてるので、カンパーマンだったらリャンマンとか、リャンマン今切れたか、リャンマンですか、うん、パーマンションパイですもん、リャンマン1枚切れてるシャンパン、どうなのこれ、あーでもパーマンでしょ、9万に入れ微妙、いや、カンチャン確率はほとんど変わらないですよ、確率変わる、変わらないですか、うん、なんかシャンポン確率でリャンワンになりそうですけど、なりそう、うん、でも神回避ですね、はい、すごいですね、本日2度目の結構リャンワン負けそうだったけどさあ、またしても3ピンを引いて、うん、キーマンは今通った、これでも、うん、アンパイが続かなかったら、そうですね、で即は回避したので、裏ドラ次第の打点、うん、全然チートイズにも見えないし、全然カンチャンにも見えないので、結構普通のメッセージも見えます、これはね、打っちゃうと思います、降りたら降りたら打っちゃう、非常ですね、パーマン、でも粘りますね、はい、粘りが得意って、うん、K リーグの解説アニメにも書いてあります、うん、あ、いや、まあ、テンパった、テンパった、さあ、どっちを切る、どちらも無筋でど真ん中から行ったぜ、イースーソー、イーソーリーチなので受けない、はいはい、でどうですか、うん、そうか、三村は別に漫画ぐらい打っても、うん、そんな問題ではないですよね、むしろたまに打つって、うん、いやでもたまにはまくり、桐山には結構打ちたいんですね、うん、まくりそうなんで、そっかそっか、たまには現実的な、現実的じゃないんで、スーソースーソーと切っていきます、ここはテンパイしています、井村連蔵短期、でもあれ行くってことは惜しそうですね、4万ぐらい惜しそうですね、でここで、はい、そうなんですよね、生点の気配があるから、はい、逆にリャンワン出なくなったかもしれないね、なるほど、うーん、湯村からですか、湯村の川にはマンズムスジは結構
危険に見えるんですよね、うんうん、そうそう押してきて、うん、かつ、はい、だからリャンワンは出にくくなったような気がしますね。チューンは切れるのか、チューンピン、そうですね、スピンが通ってる、うん、チューンは2枚切れなんでこれでリャンワン出ることはなさそうです、ね、ないですか、チューンの方が優先されそうですか、うん、あ、へドラ自分で切ってますね。そうですよね、うん、中旬前ぐらいに一度切ってはいます、うん、切らない、うん、連増しましたね。そうですね、うん、ペイを切るぐらいならということですか。ドラと連増の比較で、うん、いや、ペイ積もってやろうと思ってるんですか、もう一度、うん、なるほど、ありますよこれ2004戦ですもんね、積もったら、うん、2000点買わせる、なるほど、親で、うん、さあこれが入ってたまり積もれずですが堀尾農店にはできました。湯村とたまりの2人転売、うん、しのぎましたね、堀しのぎましたね、はい、転売料1500ずつ支払われます、うん、これはでもね、桐山が転売じゃないと美味しくないですよ、転売、転差縮まんない転差縮まんないんでそっか、湯村にとったら、はい、あの292と261、3100点差ですけど、2万点差ですからね、うん、実際はね、うん、なんか桐山上がんないかなと。そうですね、桐山の上がりは、うん、いけいけですね、うん、たまりはいいやと見捨てていく感じにします。いやでもね、たまりが期待されるためには、はい、ここしかない、ここですね、期待されるためには、なんかあれですね、うん、もうちょっと社長、ちょっと頑張ってください、タモリさん。まあ、どうしてもちょっとね、今ね、湯村目線で語っちゃうのは、まあ仕方ないと思うんですけど、うんうん、でも、やっぱタモリも最後の意地は見せてほしいですね。はい。最終の親番、ね、いい配牌でした、はい、うん。ドラが1枚あって、ドラが数層です。ミンツが2つぐらいあったんですか。いいですね。うん、差し上げられるか、タモリ。うん、ここです、うん、ドラは使い切れそうですね、うん、ペン切り切りを残したか、はい、たまに出牌選択早いですね。そうなんですよ、うんうん、結構悩みそうなのスパッと切るんですけど、ちょっと切れはります、うん、ちょっと切れはりません、結構、うん、結構早いですね、ね、うん、何なんでしょうね、感覚派なんですか、感覚派なんですか、いや悩みそうなとこも結構パッと来るよね、うん、そうでしたね、泣いてね、うん、三面ちゃんとかの時もパッパ切ってましたもんね、うん、ピン、これは1回ぐらい上がれそうですかね。そうですね、うん、さあこちら日村チーモンの統一落とし、うん、統一ですね、お薬統一です、あでもあ、飛車がない、シャーがもうないですね。いたですね。シャーチャなのに。桐山は辛い後半戦を強いられております。うん、まあでも、ここまで来たら、はい、まあ、あの手なんで、はい、無理に曲を進めず、桐、はい、山上がってくんねえかなって思ってるかもしれないですね。どちらの方がですか？湯村がですね。湯村がですか？まあたまりか、まあ、たまりかたまりなのか、まあ、まあいいや、うん、リーチ入りましたね、はい、ドラ1枚入っているシャンポンですか、パーマン9万ですかね、ローゾーズもですね、そうですね、パーマン9万シャンポンのリーチ、お、これもまたありますよ、リーチ、これローマンローマンってどうやって切ったんやろ、見てなかった、668899からですね、うん、はい、ってことはローマン統一落としでってことですか、そう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 、これ4山じゃないですか、またですね、9万が見当たりませんね、4山です、シャンポン4山って初めて見ました、しかも筋かかってますしね、そうですね、しかも統一落とし、うん、ちょっとこれはどうなんですか、これ桐山から上がって井村が絶望するそういうルートもありますよね、上がるんでしょうか、上がると思いますよ、上がりますか、バッドエンドですね完全に、そうですね、
シャアは堀が打つのがトゥルーエンド、はい、トゥルーエンドですね。積もるのもノーマルエンド3パターンございまして、うん、はい、桐山宝珠はバッドエンドですね。どの抽選に当たりますかね。どれかに当たりそうですね。そうですね、うん、4山ですからね、うん、4山ですから。僕ノーマルエンドと見ましたけど、どうですか。積も上がりということですか。なんかそんな感じしますね、うん、でもノーマルでまいっか、まいっかですか、うん、バットだけやめて、はい、桐山が放銃するのかバットエンド、うん、まだしかし、まあ、湯村が打つ分にはそんなに大したことないですね、うんうんうん、大したことないです。湯村がたまりに打つ分にはたまりを押し上げ、ノーマルとバットの間ぐらいですか、うん、でも結構悪いですよね、うん、あんまり良くないけど、うん、大したことない。堀は先ほどから証拠に、いや、ないんですよ。なるほど、ないんですよ。ということは9万ぐらい使うんなら出そうですか。いや、出ると思いますよ。だってこの時点で悩んでます。何はションパイ、ペイもションパイ、ションパイですね、うん、そうそうそう、はい、ペイは行く、うん、今チーピンかペイで悩んでるんじゃないですかね。チーピンは、うん、チーピンはウーピンがローアントイズ投資の前にウーピンなんですよ、はい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 、でペンチーピン払ってるんですね。そうですね。だからあの時点で先切りじゃないと、うん、ペンちゃんシャンポンに当たんないし、ない、うん、スッチーピンの場合だけ、あそこで両面固定、先切りも少ないですもんね今としたら、まあ、1枚取れば2枚取るんで、チーピンを打つかそれとも厄介のナンを打つかでしょうね。ションパイのペイを打つか。なペイ、ションパイのペイは打ちましたね。あ、その後ですか。はい、うん、今です。今この時点。あ、今はこれは3万宣言杯の数字だけど、取り落としだから、うん、優先、まあ、あの孤立杯の可能性もありますよね、うんうん。関連してない可能性もある。単純に取り落を払っただけの可能性もある。なるほど。結構ね、苦しいですね、大事なんですよ、ここ。切り余る下に行っちゃうんで。うんうん、9万掴んだら。危ないんじゃないですか。あ、でも今数ワンが2枚通せますね。あ、だいぶこれはだいぶ楽ですね。で、数ワンが全見えになったんじゃないですか。数ワン全見えで、まあ、ヤンマンも、ヤンマンはか、あのシャンポンに当たりますね。ペンちゃんにはヤンマンは、あ、そっかそっか、うん、シャンポンにもカンちゃんにも当たるんですよね。だから、うん、そこでまた昇降するんじゃないですか。うん、これ9万、まだ1枚しか見えてない。ほら3枚ありますからね。9万どちらに行かれたんですか。うん、ここに1枚。ここに1枚。わーわーわー、言うてたら、あ、言うてたら流れる。ペイはいける。大丈夫か。他に足りてる？湯村。足りてます？湯村は足りてるのかな。シュン、あ、ここにあと1枚、こちらが井村、うん、足りてなかったら危ないぞ。チュン1枚切れなんですよ。あ、いい人か。あ、はい、スーソーもあった。大丈夫ですか、うん、全然大丈夫だった。イソーは、イソーは短期にも当たらない。短期にも当たらない、にも当たらない、うん、ビン第1だ、はい、そうですね。さて、うん、肝心の堀が当たり牌持ってないんですよね。どれを切ってもロンとは言われませんが、はい、うん、ウーピンのこのチャンスか。ウーピン4枚目でから自便が、そうですね、もう物理的にほぼ当たらないですね、無理ですね、うん、これで、あ、流局っていうエンドを忘れてましたね。どうですか、ここはどうなんですか。ノーマル、ノーカウントですよ。9枚ありますよ。ノーマルでもないと、うん、コンティニューですね。コンティニュー、2B、うん、さあこれが入って、ん？誰？そして、いや、入って GP を切って、はい、リーチをしてたまりの一人転売、1000点ずつ支払われます。山4上がれませんか、うん、山4上がれませんか、うん、シャンポンリーチ山4ってね、さあたまりの親番、ここまで供託の2000点が美しくない曲もですよね。いや、でもね、ガッツで取りに行かない
桐山が取ってくれると、はいはい、湯村は嬉しいです。湯村は嬉しい、うん、桐山取ってくれるとほぼ堀と並んで、うん、どうなるか、うん、めっちゃ嬉しいです、うん、めっちゃ嬉しい。ただ桐山あれをがっついて取りに行くことはないですね。ないですよね。ハイパイが、このハイパイだとなんかまたあ、ダブナンポン、いや、そうですね、ダブナンではありますね、うん、ダブナンですね、うん、ダブナンポンするかな。別にしてもいいですからね、ここまで、うん、うん、ではいって、この材料はある、まあ、切り離しないでしょうね。2枚目もですか。知ってました、うん、知ってました知ってました、ご存知でした、うん、知らそうですさあ、湯村から2枚目もすぐ出されそうですが、うんうん、泣かないんでしょうか。まあ、大体あの見逃し見たら分かりますよね。いや、そうの見逃しですか、うんうん、スーワンシャンポンの見逃しとか、スーワンシャンポン、ああはい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 、ああありましたね、ありましたね、うん、それよりもラウースを見逃しの方が結果の上下が大きかったような気もする、まあね、結果は最悪でしたからねあとはジートイツ出し方ない、うん、手が進もり、うん、ドラは数万持て、ちょっとみんな時間かかりそうですね。うーん、かんちゃんかんちゃんが残っている、うん、そうですね、意外とたまりがチャンスかもたまりがチャンスかも、うん、たまりはもしかしたら泣いてでも親犬連チャンさせようとしに来るかもしれないですからね。それは今はやってもいいです、やってもいいんじゃないですか、うんうん、だから他の人が泣いてでも手を進めようとはあまり思ってないかもしれない です、ね、その分たまりがちょっとだけ有利になるかも、はい、というか、堀は唯一曲を進め泣いてでも、うん、なんだけど、ね、堀は泣く手じゃないんですよね。そうですね、泣いたら一ペコ消えますし、はい、相対的に有利って感じ。なるほどダムナンをなければすぐに泣いてくれないんですよね。そうですね、この難が出そうですね、狙い、うん、チートにはしない、のやめんなと、トランを使い切れる、うんうん、楽しみだから、はい、もう泣いていくんじゃないですか。ここからは日級ならばか、はいはい、がテンパらない可能性もありますからね、最悪。そうですね、ちょっと順目が、うん、形はいいとしてもリャンシャンテンと、おおい、リャンシャンテン、リャンシャンテンか、今リャンシャンテン、そうですね、うん、これで何ですか。さあこの何はどうする。お、さすがに泣きました、泣いた、泣いた、2600は4600、これは嬉しいか、湯村。これは何切りましょう。これね。ピッチって言いたくなかったの。役割だったら関連度を決めときます。これ多分、はい、あの桐山が泣くって想定しなかったと思うんですよ。あ、なるほど。じゃあ何、桐山に打ちたくないんじゃないですか。なるほど。って思いますね。だからウソちょっと怖かったってことですか。本店もあるな。って思ったんじゃないですか。なるほど。まあ、実際イーシャンテンで優勝ありますからね。あ、桐山泣くんだと。今数層を合わせてきましたね。うんうんうん、そうですね。桐、うん、山に打たない牌を選ぶんじゃないですかね。これにも仕掛けられてちょっと面倒くさいなとは思ってるはずです。ユムラですか。うん、イーソーイーソーになりそうですか。イーソーはションパイなんだよね。イーソーションパイで桐山の手ってあれどう見えるんですか。ダブナンです。ダブナンどうですか。ダブナン分かんないです。ハテナですか、うん、ダブナンハテナ、うん、そっか、うん、あでもパーは勝負しましたね。
アーマンは親の仕掛けにも通っていない。アーマン素直に言った感じですね。リャンカンヤンメロースはきついか、中筋ではある。ですか。でも現物の方って、あらまた、もうちょっとでしゃばらんとこうという感じですか、うん、ちょっとパンワンだけは頑張ってみました、ね、うん、一旦医者で取ってみたけど、うん、はい、お、手ボタン、手ボタン、これどうする、どうするんだろう、これどうするんですか、負けましたか、ただ振り点ですね、振り点の方にしましたね、相撲戦だね、うん、さあ、イースーピンですが、イーピンを切ってるので、リッテンです。そして、スーピンは、うん、スーピンはスーピンいいんじゃないですか、これ。スーピンって、あの、います、いません、うん、いっぱい。いますね。え ?4?3 枚ありますね。3だ。そうですね。来た、一発、待ち取り完璧、リーチ一発、ツモ、ピンフ、ドラ、惜しい。7班ですね。1個足りてですね。1個足りてますよね。うん、羽、ん ?7 班。羽マンから羽マンですね。羽マンですね。3000、6000は3本、2本馬。3200、6200の積も上がり。でかい。でかい。ただ、着順が。変わらず。うん。スーピンに受けたのよかったですね。そうですね。スーピンいいと思ってたのかな。で、15ポイント。縮まりましたね。17ポイント、18ポイントぐらい縮まったかな。着順は変わってない、ね。着順は変わってない。だから結構な大差ですけどね。まだ。そうですね。あ、ちょっと展望ちゃんと入れてください。676。676。今まだ1着2着ですもんね。1着2着だと8万点ぐらいですか。そうですね。41,600円ですね。826とかな、つまりあと4万4000点ぐらいいるってことですね。このままだとそうですね、うん、このまま1着2着だと4万4000ここで桐山さんが上がるとまくってくれたら2万4000点になる。そうです、桐山さんがここで上がってくれたらだいぶでかいですね。これ桐山さんファイトですね。ファイトですね。ファイトと願うしかないですね。さあ、ドラはパーマンです。桐山の親番。うん。ここで一旦堀をまくってくれれば、湯村の条件が。目を大板がばかりのハイパイでしたね。じゃあ見ないでおきます。しかも湯村も悪い。あ、ここはそこそこいい。ピンズで一面ずつ、ここが一番いい。めちゃくちゃいいですね。どうするんでしょうね、たまり。そうですね。さあ、たまりは親番が残っておりません、うん、5500点。100万2回上がっても、6万2回上がってからっていう感じですか。何を目的にするとか言ってました。ね、一応トップを目指すんですが、うん、おそらくたまりは優勝を目指すと思います。なるほど、はい、うん、じゃあ親番なしでもう100万狙うってことですね。おそらくですが、はい、はい、トータル2着も厳しくなりましたかね、うん、そうですね、ユムラがポイントを持てるので。積もすか、積も数にしてほしいですね、うん、桐山トーンは泣きませんでしたね。1枚目はスルー、ホスピスの精神ですね。ホスピスの精神、うん、延命の治療はいらんと安らかに死なせてくれ。なるほど、うん、ここはちゃんたか国士でしょ。国士ですか、井村。三シャンテンじゃないですか。国士の方が早そう、うん、シャンテン数は国士の方がいいですね。国士の方がいい。シャンテン上がりスピード、テンパイスピードは泣ける分どうにか分かんないですけど。ここは三ピン、つもぎり。国士はドラマチックですね、うん、そうですね。井村が国士を上がれば、うん、どう上がるかにもよりますが、どう上がるかにもよりますね。どう上がるかにもよりますね。
お、あんこのつゆ、ニャンシャンテンじゃん。ニャンシャンテン。あ、でも堀も、堀も六チッパのいいシャンテンになってますね。はい、ここで堀がかわすのか、湯村が転廃するのか。ハツはもうおそらく鳴かないんですかね。鳴かなさそう。鳴かなさそう。まあ。わからん。泣いても良さそうだけど。なんか泣いても。うん。たまヘッドは一旦なくなりますが。うん、まあでもまだ余裕っちゃ余裕だから。これでゴロッチもロクチッパも両方いける形になりましたね。はい、トン。一品発トン一品発トンは2枚3枚トンもラストンがあと1枚ですね。一品は一品もいいんじゃないですか。2枚入れて一品は3枚いますね。あ、2枚ですね。2枚いいですね。トンが1枚一品が2枚発が発場には1枚じゃあ1枚ですね。1枚ただ今、まあね、あの湯村にとって朗報が、はい、何でしょう。クララが立ったクララが立ったパーピンクララが立ったもとい桐山が泣いた桐山が泣いた、はい、ということは連チャーしてくれるかもしれない、ね、なるほど。これ堀が脳天、うん、脳天どうするこれ。これは単用に渡りますか。初が初一枚入れ、あ、泣いていけるようにしましたね。にゃんめんにゃんめんで泣ける。ウッパーピンかなり厳しいですね。パーピンポンされてるピンはここでも打たれてるんで。本当だ。うん、さあ、木村はどうなんだ。お、リアンゾーは、あー、はい、切らない。このリアンゾーは切らない。開いた。開いた。それならそうとっていうところですか。そうですね。にゃんめんにゃんめんの方が泣きやすい。うん、違う、国士っぽいのがいますからね。なるほど、そうですね、うん、お違うグリグリしたけど丸が足らん、丸増えるとかない丸増えるグリグリでさあここは転廃はしましたがつもすねつもすねリシャンテンですね、はい。クララが立ったけど、テンパんない。立ったんですか、本当に。いや、なって、テンパイに向かうっていうアピールをしたっていうだけで。あー、テンパった。テンパった。しかし、ウッパーピンは薄いウッパーピンですね。でも、1枚ずついるんじゃない。そうなんですよね。パーピンがまだ見える。あ、うん、ね、どこを切る。たまりは、はい。どうしましょう。どうしましょうか。え、これ、またテンパイ取ったら、ウーピンは、堀に。あー、このウーピンは堀に包丁となってしまいます。ぐしゃーからの、ぐしゃーからのダイヤをビーフ2000点。完全にバッドエンドでしたね今のデバイス。これで桐山終了のお知らせですね。鐘が鳴りましたか。さあここですね。さあここですね。夢の親番。これ桐山上がんないっていう。桐山たまに上がらないですもんね、うん、上がっても親が流れちゃうんで、うんうんうん、結局ここで4万4000で辻見るしかないですね、はい、うん、そうですね、うん、今4万点なんであと4万6000、うん、あと4万6000か6000。そうですね、1着2着だと、うん、46を縮めましょう。はい、上がりなかなかいい。上がり倒しましょう。でたまり桐山がなかなか上がんないとしたら、うん、逆転の可能性は通常よりも全然ありますよね。ありますね、はい、うん、他が上がってこないことってこんなに、うん、違うんですね。ただ、はい、たまりはちょいちょいつついてきてるんで、つついてきてますね。ちょっとおいおいチートイツテンパったぞ。準備深かったとはいえ、うん、なんかドキドキ自分を主張してきてるんでもしかしたら横移動とかはあるかもしれないですね。ありますかね、はい、あと2曲です、はい、うん、いや別にいいんですけど、はい、いいんですよ、何も悪いことじゃないです。ただ着順上がらない、うん、それ、うん、ちょっと頑張ってほしいな。
チートイテンパイじゃないですね。そうです。違う、テンパイじゃない。テンパイじゃないのか。あんこがある。次に、次何引いてもテンパイ、次何引いてもテンパイみたいな。うん、そうです。さあ、夢の上番、ドラマウーピンです。堀の方が早そうですね。常にいいハイパイをね、もらってますね。ウーピンは誰も持ってないので、ウーピン、ウーピンって引くと、来ますよ、湯村。来ますか。お前はドラを誰も持っていない。差し白のとこ埋めたら、ちょっと面白いですね。差し白、差し五、ウーピン、ウーピン。しごろで。いいじゃないですか、これも。いいじゃないですか、これもいいですね。はい。しかし、こっちの方が早いか。じゃあ、堀の関連ピンがちょっと苦しいかもしれないですね。いや、というかですね、ちょっと意外だったんですけど、堀、親に打つと相当まずいんですよ。今さっき。例えば親にワンツーを打つと、切れ前より着順下になりますよね。はい、で、20ポイント。ほぼ並びますよね。うんうん、なのに、今の堀の手配とかはちょっと見てください。はい。ブクブクオです。誰誰それ。めっちゃくちゃ全力なんですね。はい、これ、今までの堀とはちょっと違うんですね。なるほど。チャーとかハクとか持ちそうじゃないですか。三蔵とか、そうですね。チーソー切って。本当にまずいんですよ。1万2000打ったら。本当に。ほぼ並びますね。鼻血でぐらいまずい。マジで出ましたよ、これ。鼻血ですね。てか、その、あまりおすすめしていないということですか？え？この手、あの、ブクブクの。なんであんなにブグブグ持つんだろう。なるほど。今まで違ったじゃないですか。ここに来て。焦りもあるんですかね。ここ焦った可能性ありますよね。ありますよね。それなんかあんまり良くない。いや、良くないというか。2曲とはいえ。それか、うん、もしくはここで決めてやるってアドレナリンが出すぎて。ね、あ、いいシャンテン。いや、本当にまずいと思いますよ。ここでいいシャンテン。ローアンとか切るでしょ、もう。チュン。あれれれれ。関連ピンを今までは引いてきたんですけどね。湯村がいいですよ。これありますね、湯村。さあ。6戦ゴールありますね。これはプレッシャーなのかもしれないですね、もしかしたら優勝の。惜しい。なるほど、ここでどうにか自分しかね。確かに上がれば勝ちですもんね。はい、さあ、ここで白を重ねました。2枚切れですね。で切っていますね。2枚切れの白ですね。これも安全、兼用、安全牌兼用ですね。はい、結構な目いっぱいでしたからね。そうですね。うん、まあ、ただ、そう、え？違った。親の安牌があんのかと思ったら、全然なかったですね。ここですか？うん、そうですね。井村に対する安牌だけ持ってればって感じですね。そうそうそう。たまに出番。まあ、他の人からリーチかかることは、ほぼなさそうですね。ほぼなさそうですもんね。ああ、もしかして、国主を警戒して自敗を切ったもの。なるほど。それは可能性ありますね。これ、この白白は、うん、ちょっと出にくいですか、うん、そう。他の4枚切りが、を見てから切りたい。可能性がゼロになってから切りたい。あ、そういうことか。そうじゃないとおかしいですね。ここが国主に見えそうですね。ますね。うん。さゆむらもそろそろ転敗。でも両脇が国士っぽい捨てられだと相対的にチュンチャンパイが親に集まってませんって考えません。ああ、そうですよね。だから切られますもんね。だから親に警戒するんで、ここら切らないですもんね。ね、警戒してる、うんうんうん。親はほぼリーチってくるまでは、うん、リーチ来そうですね。うんうんうん、それまでは堀は、うん、でも、うん、単品ドラドラは黙りますよ。そうですよね。うん、一発見逃しますよ。直で、そうですよね。うん、この順番は見逃さないかもしれないけど。順番。そっか、4枚切り探してんのか、4枚切りあります初も2枚。自分で見えてる白だけですかね。うん。うん、初3枚、うん、ないな。あ、切山が4枚目を見せました。あ、なるほど。今。そのことは白も切れもらいますね。うん、これで白。そっか、ここでペアを見せるとこういうことに。うん。
さてこっからは泣けなさそうですよ。手以外を切ってるとちょっと堀が困ったかもしれないですけど ね、うん、そうですね。なんとかテンパるために、うん、今スーピン打ちましたけどね。スーピン打ちましたね。これ堀はもうあとハクハクといけるので、うん、そうですね。補充はなさそう。あとは湯村がテンパるかどうかですよ。はい、これは桐山のアシストは なさそうですね。ないですね。そう、はい。広くはなった。だいぶ広くはなったが、うん。広くなりました？なりましたよ。縦の分だね、多少は。ウーピーヒットのか。そう、ヘッドレスになったんですよ。なるほど。テンパイはできそうですけどね。できそうですか？うん、ただ、ここからのアシストはあります。急走。あと2回ですか？ああ、厳しいかな、結構。うん、あと1回かな、1、ね、あと1回か。うん、2ピン。これ堀は3ピンポンして、テンパイは入れてないのか、いいじゃんてんか、ハクハクと切って、K、うん、点取る。桐山は泣かせない。泣かせない。テンパれるか。テンパれない。さあ、これでハクを安全に切って、これが入って。これは優勝か。さあ、難三局終わりまして、全員の点。役満つも条件残りますね。湯村が。はい、3万2000の1万4万8000。ということは、直でももういいのか。あ、もちろん。ですね。はい。役満つもですか。倍満直もいけるか。倍満直いけそうですね。羽満直どうですか。羽直も、羽直とかいけちゃうんじゃないですか。ちょっと計算してみてください。三茶だと668差ですね、うん、今が、まあ、4万点差ぐらいですもんね。正確に計算しましょう。強卓1本ですね。27,000。ちょっと足りなくないですか。ちょっと待って。7万。まあ、祖典で4万900ですね。はい。祖典で4万900。トップ3着だと668ですね。6万6,668。祖典で4万900668。トップ3着だと、2、5、1。あ、足り、ちょっと変わるじゃないですか。足りるかも。1、2、全然変わりますよね。1、2。あ、足りるか。100、設定分かる。1、2、5、1。始まりましたね。トリプルツもハネツもいけますか。羽直いけますよ。今 40.93 なんですよ。で、ハネ直にすると1着3着で攻撃倍満って書いてありますね。そう、1着3着だと66,800点差つけないといけなくて、今、4万点差ぐらいですかね。900点差ですよね、うん。こんな計算で分かりひん、どうしたらいい。え、ハネ直は、あ、そうか、はい、そうですね、倍直からですね。倍直ですよね、うん、そっか、24、ごめんなさい、間違えました。多分ちょっと足らん気がする。さあ、ハイパイは取り終えています。オーラスホリの親番、倍直からでした。倍直、役つもですか。役つも、はい。3倍満つも。3倍満つも OK。 あ、着順落ちるんか、うん、あ、落ちないか。6000、1万2000。
食順は、うん、私も、うん、1着3着になるんですね、トリプルツモだと。あ、そうですね、うん、2着順変わりますね、ホリが親番なんで、うんうんうん、トリプルツモですね、うん、269の219なんで倍直点差で、うんうん、サボラスを迎えております。それ以外からはトリプル直、うんうん、この1曲で、うん、100万が出なかったですね。100万条件ではない、うん、トリプルツモだったら100万の方が簡単ですよ確かに確かに確かに国士ですか。涙の国士無双ですね、はい、うん、涙の国士無双、しょうがない。でホリーはこの手牌伏せれば終了で、はい、湯村の川を 見たら、あ、自敗を切り出しましたね。そうですね、うん、今のうちです。今のうち自敗を切って、ね、さあウィニングロードが見えてまいりましたが、うん、湯村がね、かなり頑張りましたよね。そうっすね。うん、そうっすね。そうっすね。はい。テンパりたかった。はい。現状、たまりと桐山に条件はありません。湯村が堀から。倍満直撃条件、つの3倍満。うん。うん、何が見えますか。あ、お、一品切る。国士に行かない。へえ。結構掘り自敗残してますね。そうですね。今一品。倍直。面。ワンズ。なんか想像とか、ちゃんちゃんぽ置いとっても良さそうじゃないですか。倍直できそうじゃないですか。お。切り山のほうですか。そうですよね、先悲しいよな。でもね、やっぱり、はい、あの一番最後にこういう手入るじゃないですか、はいはい、なんで俺は売直条件ぐらいまでに粘っておけなかったんって思うんですよ今ね、うん、ここね、それを考えると、はい、あそこで無理してやっちゃった法事は本当に正しかったのか、こんな廃止くん、ね、こんな廃止くるんだったら面本つもすドラさんですよ、うん、こんな廃止くるんだったらさ本当にあそこで3着で粘っておくべきだったとか、はいはい、そういうのはね、うん、絶対あるんですよ、長くやってたら。だから道中、はい、本当にあれが最善だったのかって、はい、あのせっかく記録残ってるんだからね、桐山さんとかにも振り返って、はい、あの考え直してほしいなって僕は思いますね、はいはい、全員ですね、全員、はい、ああ、まあそうですね、うん、そうですね、はい、でも本当に大事な試合の最終戦で目なしで、うん、こんなハイフプシ持った俺泣きそうだもん。そうですね。崩れ落ちるよ。多分これあの木原さん手いいんだろうと思って、こうなりながら打ってたらね、周りから見たら。なんなんだよこれって思う。そうですね。最悪の仕打ちですよ。そうですね。っていう経験が昔僕にもあったんですよね。今はないみたいな、その今は、はい、その決勝すら出られないんでなるほど、もっと機会がないです。頑張ります。頑張ってください。ちょっとトリプルツモ条件の人にはあの手は入らないんですよね。そうそうそうあれ湯村さんに来たらドキドキしますよね。そうですね、うん、そうですよね。まあ記念にツモ数上がりますか。はい、ここですか、はい、うん、メイホンツモス、うん、ドラさんですよ、ドラさん、うん、
さあ、これを掘りは。もうだいぶ掘りは足りてそうですね、だいぶ。足りてそうですか。記念にシャールもローマもいますね。いますもん。いるでしょ。シャアが。シャアが1枚でしょ。1枚。9万が。ローマも1枚でしょ。9万はないですね。9万はないですね。シャアとローマはあります。1枚いますか。リンちゃんから掘っておきましょう。とりあえず。うん。掘り掘り。リンちゃんから掘って記念リーチで、はい。どの辺で掘りましょう。今年のケーリング。はい。終了です、はい、さあどのタイミングでリンちゃんから掘るか、うん、もうそろそろいいんじゃないですか。もうそろそろいいんじゃないですか。掘って、はい、掘らない掘らない、うん、掘りはあんまり足りてそうですね、うん、そうですね。さあそろそろ開始しましょう。このタイミングしときましょう。しない。もう一周ありますかね、うん、なので次、はい、次かな、はい、次やんないと上がれないもんね。そうですね、うん、はい、上がれんのか。いや最終手番が桐山はペ、うん、あーシャーチャか。ここ勘、うん、しましょう。勘するか。記念にしない。あれ邪魔はしないぞと。いや同じ負けるにしてもこれ上がるのと上がるのは違いますよ。そうですね、はい。おそらく堀場の点ここまで。あ、そうか、これで一応可能性あるかな。上テンパって監視積もみたいな。なるほど、ここだったんですね。うん、なるほど、ね、一応テンパに取りました。テンパ一応最後見せとこう、うん、最後一応見せときましょうか。、はい、ドラさんを、うん、これが夢の手に来ていれば、うん、めちゃくちゃ盛り上がったんですよ。ドキドキしましたね。解説席は、うん、はい、これで桐山さん開けましたね、うん、はい、一品がドヤ入って、うん、桐山の一人転売となりまして、最終戦の結果1着湯村、2着堀、3着桐山、うん、4着たまりとなりまして、第1回 K リーグトータルトップ優勝はホリプロとなりました。さあ画面が解説席の方に戻ってまいりましたが、隼人さんいかがでした。最後の最後、井村惜しいっすね。前のハンちゃんからうーん、最後テンパりたかったですけど、はい、うーん、桐山さんアシストしてもよかったですかね。先ほどの1個前ですか。やってなさそうオーラ出して、うーん、正直桐山さんのアシストは、うん、桐山さんが優勝の目がないだけに、うん、ただの湯村君へ の、 あの、あ、なんていうんですか、あの非規行為、そうですね、そんなになってしまうので、あの僕は公平でいいと思いますけどね。なるほど、はい、その前のパーピンがすごく残像で残ってるんですけど、パーピンはあれ仕方ない、仕方ないですよ、仕方ないですかね。並んでたっていうかも並びが。いやー、でもちょっとドラマチックでしたね。ドラマチックでしたよね、うん、はい、素敵な回でした。同順っていうすごいですね、うん、そうですね、あれ実際ピンズがくっついてればパーピン出るっておっしゃってたので、うん、うん、だいぶ出そうでしたもんね。だいぶ出そうでしたよね。あんなことあるんですね。、はい、さあ選手の皆様が帰ってまいりました。熱い戦いお疲れ様でした。これより表彰式を行います。名前呼ばれましたらこちらにお願いいたします。そのままやるんですか。そのままやりますね、はい、ではですね、おそらく4位はタマリ選手、あ、では一旦、はい、あとで表彰式で戻ってきてください。第4位タマリプロでよろしいですか。はい、お疲れ様でした。はい、さあいかがでしたか。ちょっと途中からテンパりまくってた。どの辺からテンパり始めたんですか。いやもう2戦目の1万2000打ったところからですかね、うん、パーソレージを打っちゃって、うん、チーテン取って、うん、ペロッ
堀さん、そうそう、ドラウケの両目払って親が来てるところに、サブロスそうであれとか言ってしまうんですけど、あとローマンですか、パーマンだったっけ、相手一個手前で、あれも結構痛かったですよね、はい、1回戦、はい、あれどうです、あれローマン来たやつですね、テンパって、テンパって、いやあれは本当ちょっとこれはブロマーカインから口にしてテンパったというつもの流れを信じてこうって言った結構あれですよね、長い戦でも早いですね、あ、そうですね、ギャラさんが、うん、悩みそうな局面も結構早いですね、決めてるんですか、決めてるんだと思う、そのどの部分ですか、ね、いや、いろいろ、あ、ローマの時はテンパったら切ろうかなと思ってたんですけど、カンチーソーを続行でイスチーに取らずのところが一番、あ、フリテンのですか、フリテンのイスチーに取らずに、はい、カンチーソーをピッて、うん、あれも決めてるんですか、あれ僕は急走が手出しで入ったんで、うん、ちょっと上の時はちょっとかな、来てたくなかったところかな、休まうかな、ちょっとドラウケのシャンポーには取ったんで、その後すぐに、うん、ね、それはじゃあ後です、じゃあ急走切れる前かな、うん、あれもまあ裏目った時はそうでしょうね、うん、決めてるんだ、なんか、ね、シャンポン変化とか、ね、ドラアンコとかがあるんで、まあと思ったんですけど、うんうんうん、そうですね、3面ちゃんしてるって振り点にしといた方が取るかなと思ったんですけど、変化も多いですよね、シャンプー、うーん、決めてるんだったら僕いいと思うんですよ、いいと思いますか、無駄な手が別に、うん、あのそれが正しいか正しくないかは別として、なんか結構悩んでもいいじゃないですか、そうですね、ウーソー引いてリャンゾーポンされてイースソーはい、結構良さそうなのに、あの選択をノータイムできるって結構すごいなって思ったんですけど、だからワンちゃん何も考えてないんじゃないかと失礼なことは思うぐらい、ウソ引きのフリテンサメちゃんのこともすでに考えてあったっていうんだったら僕は全然いいと思うんですよ、ね、合ってるかどうかは別に、はい、結構木原さんがアドバイスくださっていたので、はい、後で勉強したいと思います、はい、次回に向けて何かご抱負を、そうですね、はい、また決勝に来ないことには話にならないんで、まあコツコツ、うん、はい、ちょっとずつブロマガを毎日読んで本も読んでから勉強したいと思います絶対読んでへんはい、お疲れ様でした、来年も頑張ってください、ありがとうございました。はい、続きまして第3位、桐山プロお願いいたします。お疲れ様です、大山です、うん、あさあ、どうでしたか、こんなダントツ2位なんかね、はい、なってしまって申し訳ないですね、うん、なんかさすがの木原先生も喋り声は聞こえないですけど、喋、うん、りの内容なかったんじゃないですか本当に、あ、大丈夫です、永遠に喋ってました、それがですね、キャラさんむちゃくちゃ喋ってくださって、そうなんですか、いや、こんな中でね、さすが見どころを見つけるなんてなかなかしんどいなと、うん、なんか3チャンまではなんとか堀さんを沈めようとか考えてて、うんうんうん、最後はもうね、堀さんが現実的じゃないからかといってね、何を目標にすればいいのかってとこで、うん、一応まあ2着狙い、うんうんうん、切り替えるのかなっていうふうになっちゃいましたけども、うん、一番ここ、はい、もしかしたらあかんかったかもみたいなとこありますか、うん、ちょっとね、うん、ターニングポイントなんですけど、はい、あれですね、1半チャン目、うん、ローソー積もられてラス落ちしたんですね、あ、最後チートインですか、ローソー短期ね、はい、ローソーローソーって続いてたやつ、はい、ローソーローソー、なので次の半チャンは、まあ、2着以上狙って、はい、日本で U1 のドラとスーピンとの手代わりのアルピンフ、うん、堀さんから出た1000点をまだ見逃せると見逃した、うんうん、はい、
その後流れなんてないですけど、はいはい、E1 この独占オールなんか積もられて、はい、見逃したやつはつくなっていう感じがしたのであれ上がってたらもうちょっとなんていうかな、ダントツにならなかった、結果論なんですけどね、ダントツにならなかったかなっていうのは、そこまでちょっと気にしてます。あそこの曲はずっと流してもよかったかなっていう点差、後から見れば、なるほど、ウガンだけかスーピンだけならばね、あれもチーワン使わんとウガン使われたらまた、いやいやすいません、手代わりが魅力的に見えたんですね、ダントツを作っちゃいました。はい、あの次回に向けて何か抱負を、はい、またあの外気あの素晴らしいキニエンディーバーが増えるみたいな話もあるので、はい、どんどん盛り上がっていけばと思ってます。山さん増やしたいんですよね。そうですね。はい、はい、じゃあ来期も決勝卓に残れるように頑張ってください。お疲れ様でした。すいません。いや僕フェリアに入りたいんですけど禁煙だってことでちょっと無理なんですよね。入れてくれるだったら本当に関西に出張してこようかなと思ったんですけど、本当ですか、ちょっと後で相談しておきます。禁煙だとちょっと無理なんで、禁煙をアピールしますね。だってこのビル全体禁煙って言っただけでびっくりしましたね。戦慄が走りましたね。そんなビルあんなの、すごい迫害されてる顔をしてありましたもんね、あの瞬間ね。本当にね、はい、あのちょっと分かりました、見てて。何ですかこれ、絶望というか喧嘩を売ってませんよ。はい、あの日本全体のね、いやあの意向なのかもしれない、ね、恐ろしい時代になりましたね。皆さんちょっと交渉しておきます。本当怖いっす。はい、はい、それでは、続きまして第2位の方ですね、こちらにお願いいたします。お疲れ様でした。お疲れ様です。さあ一番ね応戦したんじゃないですか。間違いないです、ね、ありがとうございます。はい、素直に進めて、キャラさんからも一番遅めの、間違いないです。早く見直します。見たいですか、見たくてしょうがない感じですか、はい、どの辺が一番こう印象的でしたか今日。そうですね、最初やっぱり1半ちゃん目、ギリギリトップ取れるか取れないかで3点なんで、まあそんな気持ち的には楽やったんですけど、やっぱりあそこでトップ取ってるか取ってないかで多分だいぶ変わるかなっていう感じやったんで、ちょっとやっぱりそうですね、最後の半チャンの伏線オールとか引けるまではなかなかちょっと苦しいなっていう感じやって、まあその次フリテンの36戦も速度できたんで、あれは結構イスピンって決めだってフリテン、いやまあ正直別に出上がりたいじゃないし、別に上がれなくても堀さんが降りてくれたらいいなっていうあれなんで、まあできればスーピンツもやったら上がろうと思ってましたけど、まあたまたまうまくいったっていう感じです。はい、326引かれたのが超痛かったね。あの着順あ、ウェア版ですね。そう、はい、桐山さんと着順にひっくり返っただけで2万点そう稼がれない。あれなかったら結構現実的な差だったもんね。そうですね、最後やっぱ親番ラス前の親番でテンパイ取れなかったのがやっぱり一番苦しかったんですけど、桐山さんも泣いてたかな、ね、まあ、あれはどうだったんですかね、早く泣いて、いやあれは泣くとちょっと堀さんが楽になってしまうかなっていう、やっぱ泣く泣くはないと思いますね、と思ったんで、まだ4万点ぐらい下がったんで、はい、あれを日給とかで終わってしまうと次にチャンスあるか分かんないですもんね。はい、まあなんとかあれがつながってたら、だいぶ、はいはい、山越しとかもかけれたんで、もうちょい粘れたかですけど、まあサクッと流れちゃったんで、はい、なるほど。では来期に向けて抱負と今日のソースファンに一言。結構ソース、今日はあのソースコメント多かったですよ。ここに来てソースは言われたんでしょうか。1回だけあの6000オールの時ですか。あ
早ちゃんがいないと成り立たないここに来てソースだったので、 ありがとうございます、はい、大丈夫です、はい、後で見直してください。ここに来てソース コメントにはここに来てソースはちょいちょいやりました、はい、大丈夫です。ソースファンは健在です。ファンの皆様ありがとうございます。はい、施設の方法は大丈夫ですか、はい、そうですね、うん、まあ、来季もできれば決勝残って、うん、そうですね、優勝を目指して頑張りたいと思います、うん、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。と、勝負をお願いします。ちょっと立ってもらっていいですか。はい、はい、これをちょっと撤収いたしまして、この賞状をまず木原さんにお願いします。読むの僕読まない、読まない。読みます、読みます。え、読むの俺が、はい、もちろん、動画なんだけど読むの読めないところ私の章から見ますね。はい、お待たせいたしました。第1回 K リーグ栄えある優勝は堀良三プロです。こちらにお越しください。表彰状言い方優勝堀良三殿、あなたは第1回 K リーグ決勝戦におきまして当初の優秀な成績を収められました。その栄誉を称えるとともに、これからも麻雀の技術向上のために今後一層の精進を期待し、ここに表彰いたします。2018年12月7日、関西社会人施設リーグ K リーグ実行委員会。ありがとうございます。あ、これも、うん、はい、ありがとうございます。写真を、俺ももちろんもちろん、2人でお願いします。写真いらないどっか行かれましたね。どっか行く。あの、少々お待ちください。はい、行きます。はい、チーズ、こっちも行きます。はい、チーズ。はい、スイカ、どうぞ。はい、木原プロより優勝盾が贈られました。それでは皆様お座りください。はい、よいしょ。はい、それでは堀プロ、本日、はい、振り返っていかがだったでしょうか。いや、もう全体的に、はい、ついてただけでっていう感じですね。ついてたです。まとめていいんですか、はい、結構木原さんからの、うん、なんでもついてたって言うと怒られるらしい、うん、そう、あ、そうなんですか。まあ、言ってましたね。マージャンプロなんで、まあ、あの内容も、ね、確かにハイパイはね、全体的に良かった、うん、そう、あの、ね、押せる回数が多かったんで、はい、あの、引けるとこちゃんと引いて、うんうんうん、まあ、うまく加点できたかなとは思います。はい、そうですね、はい、ゲームメイクは良かったですね。うん、あの、初ポン、白ポン、あたり、ああいうやり方、あの辺で一番キャラさんは見たかったよ、ね、あれはちょっと、あの、うん、あの、僕は、はい、あんまりやんない選択なんですけど、うん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 、でも、周りが対応してくれるとめっちゃ効きますね。そうですね、はい、うん、そう、うんうん、2回あったんですよ。2回ありましたね。そう、あの、後半の方は特に、あの、脳天なんだけど、うん、みんながこう危ないなと思って降り出したから、あ、こいつ脳天かよって気づく感じだったんですね、うん、あれね、ロウソク切っておいおい電波じゃないのかよみたいな、うん、この辺のタイムでパンパンと切っていくのが結構褒めたはりましたよね、うん、あと自分が今なんかコメント来てますけど、ちょっとビクビクした瞬間がありましたね。そうですね、あの、はい、最終ハンちゃん、はいはいはい、タマリさんと割と近かったんですよね、あの4着目と6000オール積もられた時点では。1万、1万、タマリさんと桐山さんとじゃなくて、桐山さんとは、4000で、桐山さんの、まあ、その、とりあえず3人がそんなに差がなくて、要はラスを引いてしまうと条件
が結構楽な感じ、現実的になったんで、その、まあ、タマリさんにまくられないように、なので、あのタマリさんのリーチにはなんかベタ折れしたかったんですけど、あ、そうなんですね。タマリには打ってもいい時なかったですっけ？あのリアワンタッキーのやつです。ああ、そっちか。あれはね、結構ね、めちゃくちゃ危なかったですね。めちゃくちゃ切るもんなかったんで、一巡しかしのげないんで、筋を追うよりは違う範囲を統一落とした方がいいのかなとか結構調考したんですけど、あれは何がいいんですかね。あれはそうだな、本当に何もないんで、なんかまっすぐ行っちゃった方がいいような気もしますけど、まっすぐシャンケンやったんですけど、ただリアンワンとパワーワンは相当取りやすい部類だったじゃないですか、はい、カンチャン待ちも考えにくいしチート一歩くもないし、なのであの現物を抜いて、リアンワンパワーワンにしのぐのも全然ルートとしてはありますね。なるほど、神回避でしたね。そうですね、8から切って耐えましたね。はい、全然2から切って、はい、8と2なんかあるんですか。木原さんも2からの方があれはね、なんかね考えて2より8の方が9万が2枚です。そう、9万が2枚ですかねって一応言っちゃみたんですけど、ね、自分ではほぼ同じやからどっちにしようってずっと悩んでたんですけど、結果的に今1枚 で、はい、1枚で、しかもタモリは 2巡目か3巡目で今切ってるんですよ。今切ってないみたい。今切ってたらあの絶対切ってませんでしょ。絶対リアンワン選ぶ。僕何巡か前にリアンワン切ってるんですよ、1回ね。そうそうそう、違う違う違う、で、そうや狙われるじゃないですか、ってことは僕がいらない範囲の可能性もあるかなというのがちょっとあって、はい、弱かもしれぬ、まあ、2より8の方がいいのかなって多分思ったんですよ。逆に思ったから、さすがに E1、U1 って書いたらパワンじゃなくてヤンマン選ぶ。それで E1 別の曲ですね。パワン選ぶ人はおかしい。そっかそっか。なるほど。あれは何が良かったのか分かんなかったです。はい、その後にね、ちょっと焦ったかもしれないねっていう、あ、そう、一個だけなんかちょっと気になったのが、はい、ラス前湯村くんの親番に、ワンツー打つと結構やばい危ないですね、はい、時に、今までは結構受けも考えて手組みしたのに、あの時だけは自敗並びましたね。あれは決めてやりたい。あれはねちょっと僕しか上がる人がいないので、ああなるほど、割と普通の手だったらブクブクにしてもいいから一回上がりに行こうと思ったんですよね。そう、両向き国士だもんね。そうですね、はい、最後桐山さんが国士やってて、僕多分大地さんトンかなんか切って、はいはい、最後手が4枚見えたんで、はい、白白って切ったんですけど、はい、あれはまあ上がれる可能性あるかなと思って、あ、なるほど、まっすぐ行ったんですけど、まあ、積もられる分にはまだ余裕じゃないですか、打っちゃうとなんかそうですね、とんでもないことになってしまうんで、ちょっと持つかなと思ったんですけど、あ、なるほど、他の2人が上がらないから、そうですね、上がらないから自分が上がれそうなら行くしかないなっていう思いで攻めてやろうっていう、はい、行ったんですけど、分かりました、はい、ただハグが重なったあたりからちょっと引き気味に、そうですね、先輩取れればいいかなみたいな、まああれは自分のお金ですね、先輩だけ取ろうかなっていう感じでチーしたんですけど、なるほど。その他対局大丈夫ですか、振り返りは。はい、なんかありましたかね。本当になんかサクサク進めていた感じですね。割とね、ちゃんと意外に打ててた気がします。後で見直しましょう。サクサク進めてる、進んだんじゃなくてサクサク進めるような手組みにしてるの、ね、自らね、自ら、なるほど、その構えが大事なんです。素晴らしかったと思います。はい、ありがとうございます。ちょっと画面の向こうの堀ファンに一言。一言。画面の向こうの代表としてとか。まだ、あ、それでもいいですよ。ですか、はい、Kリーグでは、はい、プロアマ問わず、タバコを吸わない方、もしくは、禁煙してでも頑張ってみようという方を募集しております。はい。はい。なので、まあ、Kリーガーが、9人ぐらいいるので、そうですね。はい、お知り合いがいたら、僕やりたいんだけどって言っていただいたら、はい、
審査会が、そうですね、はい、ちょっと審査が一旦審査会を設けることになっております、はいはい、審査して、はい、そうなんです、はい、審査会、渡辺審査会がありました、はい、渡辺さんの OK が出れば、あの権限ないです経理以外になれるとなっておりますので、はい、もしやりたい方がいたらよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、はい、それでホリプロ優勝おめでとうございました。最後に総括で木原プロ、あ、僕、はい、もうこれが最後です、はい、木原プロから、はい、今日は大阪まで来て、うんうんうん、こっちの社会人リーグ、関東でも社会人リーグって盛んなんですけども、うん、こっちでもやってるということで、解説しに来ました、はいはい、こういった試みってすごいいいと思うんですよ、すごいいいと思うんですけど、せっかくやるんだったらやっぱりなんていうんですかね、本当にこの配信でもそうですけど、いろいろ研究とか、うんうん、本当はこうしたらよかったんじゃないかとか、うん、そういう反省とか試行錯誤とかを、うん、しないともったいないですよね、はい、うん、せっかく映像でも残ってますしね、はい、で今放送中も言ったんですけど、今放送体験もいっぱいあるじゃないですか、めっちゃありますね、うん、この中でやっぱりすごい選択とか、うん、1本一ワンちゃん見てたら何個かあるんですよね、はい、それに関してもなんか研究する場を設けてみたりとか、うそういった活動につなげていって競技麻雀、ただ打つだけじゃなくて競技麻雀自身のレベルアップとか、そういうのにつなげていけたらすごいいいなって思いました、はい、第2回第3回と続くうちにそういう風になったらいいなと思います。はい、じゃあ第2回第3回のうちに木原プロは禁煙して参加していただけるというまとめで大丈夫ですか？はい、期待して禁煙できたの、はい、お願いします、はい、お待ちしております。はい、はい、それでは選手の皆さんこちらにお願いいたします。皆さん全員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 で大丈夫ですか？入りますか？はい、皆様長らくのご視聴ありがとうございました。木原プロも遠いところからお越しいただき本当にありがとうございました。本日の放送は主催 K リーグ協賛株式会社鳳凰配信ジャンサク TV でお送りいたしました。では第2回 K リーグ決勝でお会いいたしましょう。おやすみなさい。